文書プログラムはかつて日本 IBM が販売していたパーソナルコンピュータ向けのワープロソフト。マルチステーション5550で直接動作するものが文書プログラム PC DOS から起動するものが DOS 文書プログラムである。文書プログラムは日本 IBM が日本市場向けに開発したワープロソフトであり、1983年に マルチステーション5550と同時に登場した。マルチステーション5550では複数のキーボードが選択できたが、特に一型鍵盤はワープロ用に特化しており、当時のワープロ専用機のような多数のキーを活用して文書プログラムを使用できた。文書プログラムは大別して以下の種類があり、ソフトウェアの互換性はないが、データの読み込みはできた。 文書プログラムは専用のディスケットかハードディスクに専用のパーティションを作成してそこから起動する必要があった。これは PC DOS とは異なる独自の OS で動作するもので文字コードも DOS 標準のコードページ932ではなく EBCDIC と IBM 漢字コードを使用していた。DOS 文書プログラムではサポートされるかな漢字変換ソフトは 日本 IBM の単管時変換、または連文節変換のみである。また一部のバージョンでは不法コピー防止用のプロテクトキーが存在した。JADOS 用と DOS 用は OS に日本語版の DOS 互換環境でも稼働がサポートされた。また DOS 用は IBM 純正機でなくとも PC、AT 互換機でも稼働できた。データフォーマットは独自のバイナリー形式である。 文書プログラムは PC DOS の普及により、DOS 文書プログラムは Microsoft Windows などの GUI 環境の普及により、産業構造の変化の中で消えていき、1997年に販売を終了した。なお、日本 IBM のワープロソフトとしては、さらに、後継の織姫ライトが開発、発売された。平野正信、インダストリ、ソロッタ多機能、複合パソコン、 日経コンピュータ、日経マグローヒル、1983年5月30日、49から65ページ、一瞬で285から4619。グループウェア関連ソフトウェア営業活動終了の発表。日本 IBM、2019年5月4日閲覧。ありがとうございます。